良い子の皆さん、こんにちは。今日は日曜日、日曜日スペシャルということで、世界三大子守歌を弾いてみます。明日も楽しいレッスンです。良い子の皆さんも疲れ気味、無理をしないでできることを楽しみながら弾いてくださいね。子守歌メドレー、モーツァルト、ブラームス、シューベルトの子守歌をお届けします。暑い夏にはみんな蒸し上がってしまいます。人に優しく良い言葉がけをかけてあげましょう。Thank you.
皆さんこんにちは。今日も蒸し風呂、暑い毎日が続きます。今日も世界三大子守唄を弾いてみます。ゆったりと音のダイナミクスをつけて、手首を柔らかくして弾いてみることもこの曲のポイントです。世界三大モーツァルト、モーツァルト、ブラームス、シューベルトの子守唄でお届けいたします。枯れ木に花を咲かせましょう。ミュージックオン。